どうもー、まきまきまきです。上手ですね。いつも見ていただいている方は声でわかると思いますけど、今日はダッシュです。ダッシュです。ダッシュで滑りました。今日もディープタイラはですね、もうかなり南の走って、他の遊漁船が行かないようなところでタイラバイをやるという、そうですね、楽しい企画、2回目チャレンジです。まあ、前回は当たりもめちゃくちゃ多くて、まあ大きいサイズに釣れたんですけど、果たしてそれはまぐれか、まぐれじゃないか言っちゃうとちょっとハードル上がるんで、まあ今日も頑張っていいものを釣ってきてます。まあ、個人的には数よりはサイズですかね。そうですね、大きいのを釣って、まあ、できれば80かな、まあ70、70オーバー、まあ、60でもいい、最悪60でもいい、最低60、最低ですね。まあ、まず釣って余裕があればちょっと遊んでいくと、そうですね、いう形でやってみたいと、てん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 、どう思います。今ちょっといい感じですね。いい感じでした。いい感じだったのかな。あ、今いい感じでした。意思疎通が剥がれてない感じでしたけど、あ、吉本ありそうな中途半端なポケット。了解です。はい、じゃあ今日も頑張ります。それではどうぞ。これね、めっちゃうまいんですよね、ローソンのフルーツ。なんかホールできた。なんかホールできたけど、嫌な予感はする。来るかもしれん。フォールできた。下の方、下の方の15回ぐらい巻いてのホール。タイじゃないね、これ。なんかタイとしてもちっちゃいかも。タモ入れそう。いらないんじゃない。なんか フグっぽい気がする。ラインも出てかもね。あ、軽くなった。急に疲れたな。ここでタイが増えたら終わり。
ふわっと来たけどな。大きくはないけど、はい、とりあえず分からんけど、よいしょ、なんか微妙やな、微妙やな、タイじゃないかもな、これボトム付近のだけど、偶風かもしれんな。マッチャネーム、あ、合わない、合わない、合わない、おー、合わない、なんかわからんかったけど、合わない、まあまあ、まあまあ、とりあえずなんかわからんはずや、なんか不思議なこれまあまあいいんじゃない、ほらまあまあいいよ、こっち合わせて、あ、カメラ撮らんでいいやつ、43、43、カメラ撮ろうか、43です、あのラインにしたらいいサイズだと思ってた、はい、とりあえずこのライン43、こいつもいいですよ、忘れてた、顔怒ってる、顔がめっちゃ怒ってます、釣れましたー、エンジンの違いが一番強い、ボトムやったからなんだろう、でもラインは出ないな、ちょっと魚じゃない、合わせてみた、タイラバで、タイラバで、で、なんて言うの、お、もうすぐです、魚か、なんか茶色い、あ、ほうぼうな、あ、砂地だからほうぼう、微妙、まあまあまあ、この微妙な、あ、引っかかった、ほうぼうです、水深150とかでもいるんやね、ほうぼう、
来た、なんか来た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 、暴れたか殴るか、ん、ライン出ないけど、なんか来たぞ、よいしょー、あ、マダイではない、なんか、またアマダイかもしれん、アマダイのような気がする、なんかさっきのあたりに近い、お、ほら、あ、アマダイだ、ほら、また同じまた今日アマラバやな、今日なんか、分かった、一回当たるとほら、アマダイかなって言ってる、これ、これなんか、のそのそっとするんですよね、そう、で、若干ググッと一瞬引く、 40.5 出たのがウミキムシとかフラッシュ勢がね、いいね、高級魚が、聞いたことあるな、ウルトラマン、ウルトラマン、同じ世代でしょ、頼む、まあだいぶ違いますけどねだいぶとか言う、はるか違いますけどね、はるか違う、途方もなく違う、なんか日本語のチョイスがちょっとおかしい、はるか、はるか違うはい、どうぞ、今日は確か、私の記憶が確かならば、料理の鉄人じゃないですよ私の記憶が確かならば、知ってる、それは知ってる、知らないあ、知らない、知らない、知らない、あの人、私の記憶が確かならば、あの料理の鉄人 の、 あの司会の人、しか、なんとかしか、これ料理の鉄人、番組ですよ、番組、昔あって、90年、おい、昔の人じゃない、いつも昔の人とか言う、俺、あれ、昔の人とか言ったら、俺よりも上の人に失礼やと思う今、敵作ったよ俺だって、1993年生まれですよ、ああ、あれじゃ、覚えてない、なんかあんまり見てなかったんだけど、はい、まあ今これは勝ったやから、とりあえず今日はリープタイラバだったと思うんですけど、思うんですけど、まあ、今日はね、まあ潮なし、風なし、船長のやる気なし、いや、やる気はめちゃくちゃありますね、めちゃくちゃ走りましたね、とりあえず 0.0 ノットとたまったもんね、はい、0.1 とか、一番長いたときは 0.3 ノットです、それでもヘッドが、仕掛けが出てかないっていうぐらいやったんで、まあどうしようもなかったです、今日は、はい、どうしよう、本当にそれだけはどうしようもなかったです、もう前回のいいイメージがあったんで、まあでもそこまでじゃないとしてもと思ったけど、もうそれを超えてた、はるかに下回ってました、なんでまあそういう日もあるってことは、はい、念頭に置いていただいて、まあいい日に当たることを祈ってください、ライン角度だけなんですけどね、まあ1メートルでも2メートルずつでも出ていけばいいんですけど、全く出ていかないぐらいやったんで、はい、まあ本当にやばいんですけど、まあとりあえず下道ではあったんですけど、アマダイっていうね、高級魚が、はい、2匹釣れましたね、でもしかもどっちも40オーバーっていうめっちゃ美味しいやつがね釣れたんで、それはそれで良かったんじゃないかなと思います、よし、そこは良かった、はい、ちょっとエンディングとオープニングでね、尺稼がんてから鼻水できたあ、じゃあ今日の釣果を、はい、じゃあアマダイ、アマダイ、
ででん。甘だい。もうちょっと上げてください、魚を。そうですね。甘だい。いいですね、甘だい。いいサイズ。はい、40。なかなか、あれ伊勢湾とかであんまり釣れないでしょ、普通。多分、今年間、多分、ルアー船で甘だい釣ったの、多分、この1年間だとうちだけじゃないですか。ゴツイうちしかやんすかね。砂地だからね、甘だい。そうです、そうです。砂地はないもんね、なんか、はい、内側は多分。なんで、まあそういう甘だいがね、食べたい人もありかもしれません。はい、ぜひ来てください。まあコツとしては、甘だい狙う人はもう重い、極力重いヘッドでもうそこコン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 やって、そこから5メートルぐらいを繰り返すと甘だいは釣れやすいです。怒ってガッて食ってくるんで、あの、餌とかじゃなくても自分のスペースを侵された、テリトリーを侵されたってか、僕はまあそういう風に狙わなかったんですけど、まあ、マダイ狙ってたんで、まあ、それでも来たので。マカンでも下コンコンやっぱり食ってくるんですかね。食ってくると思う。その分マダイは釣りたくなるけど、はい、だからまあそういう決めてね、アマダイを駆使したそれを狙うのもありかなと思いますので、はい、そういう楽しみもあります。勉強になります。知らなかったです。マジで知らんかった。あの潮が動かないときはアマダイ狙ったりする船も結構ね、日本海とかも多いんで、はいはいはい、まあ、そういうのも手かなと思いますけど、まあ たまたまです、今日のアマダイは。いや、そんなことないじゃないですか。いや、たまたまです。タイ狙ってましたもんね、うん、普通に軽めっていうか、まあ、極力流れるようなやつに狙ってたんで、はいはい、重いのだったらもっと来たかもしれないし、ちょっと分かりません。ヘッドユニットは、あとトレーラーを教えてください。ヘッドユニットは、スタートじゃないですか。最初がスタート。ミケムシ。最初ミケムシついてたかな、ちょっと覚えてない。最初ミケムシチャートっぽいやつと。あ、ついてたか。はい。あれチャートグローやね。だからどっちもミケムシついてたんで、それはポイントかもしれないですね。はい、でもじゃあどっちもフラッシュでシラスついてたかもしれないですね。とミケムシ。はいはいはい。あのワーム2個付け。これはまああのなんだろう。細いんじゃなくて、針がね、あんまり他の仕掛けと同等するようにと、あとまあリーダーに絡みにくいようにというところで、まあ、つけてる感じですね。まあ、それが効果あったのかわかんないですけど、まあ、それで釣れましたんで。じゃあ、バイバイ。ちゃんちゃん。負け負け負けファーセンゴー。 oh, oh, 静かに沈んでゆく Now on sale。 ご視聴ありがとうございました。新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。